都構想の関連で確認なんですけれども、松井幹事長は、よく公明党さんとは住民投票まで行くことでは一致していると、合意しているというふうに言われているんですけど、これは、党と党で正式に合意したことなのかというのを確認したいんですけども。それは確認したかどうかとか、それもまた政治の話ですからね。それは置いといたとしても、住民投票までは進めさせてもらえると僕は信じてます。それは、公明党さんが仮に賛否は、例えば都構想に反対という立場であったとしても、住民投票までは、協力してもらえるということで、住民投票で決めるというところはね、これはだから市議会での話ではもうなくなります。それは、だから住民投票で最後を決めさせてもらうというところは、僕はそう信じてますけどね。